皆様ご機嫌いかがでしょうか。マウスバートです。今週も英文法無料放送の時間がやってまいりました。今週も皆さんと一緒に英文法力アップのために頑張っていきましょう。はい、それでは前回の宿題クイズの回答解説に参ります。はい、前回の問題はこの英文とこの英文の訳例を作ってくださいという問題でした。はい、いいでしょうか。はい、解説しましょう。はい、はい、実は部分否定というお勉強だったんです。部分否定っていうお勉強が実はね、大事でして、文法的にはこういう感じですね。not、ね、これは否定語ですけども、not プラス always とか all とか many とか much とかね、あとあんまり書いてないんですけど、completely みたいな、ね、強い意味、まあ、これ完璧にとかそんな意味なんですけどね、そんな強い意味のものと一緒に絡むとですね、こんなような意味になるんですね。必ずしも何々ない。いつもニョロニョロとは限らない。あまり何々ない。こんなような意味にしてほしいという、そういう意図の問題だったんですね。はい。なので、こんな感じ。なおこ、doesn't always help Mike と。なおこは必ずしもマイクを助けるとは限らない。まあ、いつもかマイクを助けるとは限らないでもいいですけどね。はい。こんな感じ。ね。もう一度。Mike couldn't completely understand what she said。マイクは彼女が言ったことをあまり理解できなかったということですね。はい、まあ、多少は理解できたのかもしれないけど、あまり理解できないというふうに訳してあげる、訳例を作ることができるという、そういう、問題でしたね。はい、よくね、部分否定とか言われるんですよ。そう言っても何のことか分かんない人は分かんないんですね。その時はこういうもんなんだよと、いうことをね、理解してもらいたかったなという問題でした。はい、これはこれでしっかり覚えておいてもらいたいということです。はい、よろしいでしょうか。はい、それでは次回までの宿題クイズを出しましょう。はい、番組ご覧ください。はい、また英文がありますね。ユリコネバーミーツ、マイク、ミーツマイク、ウィザウトギビングトラブルス。はい、この訳例を言えという問題ですね。ネバーは否定語でしたね。決して何々ない。ウィザウトも否定ですよね。何々なしでと。ギビングトラブルスと。これ動名詞になってますね。はい、動名詞の主語は、今回は、まあ、普通に考えれば、この話は主語と同じでしたから、ユリコさんですね、トラブルを、与えるんですね。はい、ユリコさんがトラブルメーカーという、そういうことなんですけど、はい、ですね、とばっちり受けるのがマイクという感じですが、はい、ユリコ never meets Mike without giving troubles ということなんですが、はい、この訳例を作ってください。こちらの要望としては、できれば、直訳例と訳例を作ってください。まあ、どっちか1個でもいいです。はい、英語が得意な人は訳例だけでも言っちゃいいんですけどね。まあ、できれば直訳例も作ってほしいかなと思います。苦手な人はね、直訳例ができてればいいかなとも思いますが、お勉強としては訳例も作ってほしいという問題です。はい。いいでしょうか。直訳例と訳例作ってください。はい。今からメッセンジャーやってる方は答えお願いします。はい。それ以外の方もね、ちゃんとお答え作って、それから、次回のね、ビデオで確認をしてください。